絶好調のロッテ、西武との2連戦で2位浮上を狙います。そのロッテ、2回先頭の南口がカーブをうまく捉えて1塁に出ます。西武のマウンドは抑えから先発に回った新谷。立ち上がりコントロールに苦しむ新谷から7番林も続き、ノーアウト2塁1塁。 DH 五十嵐にバレンタイン監督のサインはバント。勢いのあるチームはきっちりと決めます。2アウトとなってバッターは1番諸角。セカンドの頭を越えライト前へ。好調ロッテ2点を先制します。ロッテの先発は3連勝中のイラブ。2回先頭の清原をツーナッシング取り込みながらフォアボール。イラブもコントロールに苦しみます。5番鈴木にはカーブを狙われます。続く森にもフォアボールでノーアウト満塁のピンチ。垣内にはストレートが真ん中に入る。三塁ランナータッチアップ。ロッテ1点を返され、さらに返球の隙を突かれてランナー二塁三塁。ツーアウトとなって9番松井、イラブ2球目のカーブ。二塁ランナーも帰り、ロッテ3対2と逆転されます。再三得点圏にランナーを進めながらタイムリーヒットの出ないロッテは7回、ワンアウトから4番フランコが3人目塩崎から初ヒット。バッターは5番初芝。今日2本目の二塁打でロッテ同点に追いつきます。7回途中からロッテのマウンドは3人目川本。8回先頭の清原に外角低めのボールをうまく打たれます。鈴木にフォアボールを与えてノーアウト二塁一塁。代打羽生田には送りバントを決められ、ロッテは次の垣内を敬遠して満塁策。西武の代打田辺に対してバレンタイン監督は抑えの切り札成本を送ります。この成本、ワンストライクワンボールから3球続けてストレート。ロッテは4対3で西武に敗れ、2位浮上はなりませんでした。このでも杉山が出てきたので、まあ、そうですね、嬉しいことじゃないかと思いますが、その香取で3回2アウトを取ってから西村にフォアボールを与えます。ここまでいいピッチングを続けてたんですけど ね、やはりね、球威はないんですけどね、香取の良さっていうのはね、攻め込んでいくんですよね、はい、もう逃げないピッチング、見事ですよね。諸角のヒットを許しまして、2アウトランナー2塁1塁、平井がバッターボックス。ここはライト前に運ばれまして、まず1点を許しますが、問題はこの後のプレーなんですね。そういうことですよね。セーブ出してない。あ、これランダムプレーを行われましてね、はい、これで変えられますけどね、まあロッテがこういうプレーをやってもセーブは今までなかったんですよね。これもやっぱりまず下がりますね、はい、まずロッテが2点を先制。さらに4回です。この回トップのフランコがヒットで出塁。続く初芝も続きます。ロッテはね、本当バッティングになりましたしね、勢いが出てきましたね。そうですよね、はい、さあノーアウトランナー2塁1塁、ここは当然セオリー通り送りバント、はいはい、送りますよね。バッターボックス南口、このプレーをご覧いただきましょう。フラフラッとフライになって、鈴木がショートバウンドで取って、はい、3塁2塁と送りまして、まあ、ロッテもね、非常に良くなってますけども、もう一つ上行くにはこういう細かいプレーをですね、確実に決めなきゃいけませんよね。きっちりと仕事をするときは仕事しなきゃいけないということですよね、はい、さあ流れがここでロッテから西武の方へフラフラフラッと動き始めます。ロッテの先発はヒルマンです。5回、この回トップの伊藤にデッドボールを与え、続く今売り出し中の松井がツーベースヒット。今までねボールがね変化してたんですけど、ヒルマンね、この球はですね、何かこう棒球といいますかね、変化がないんですよね。簡単に打たれましたよ。ジャクソンは初球、はい、これも抜いた球、抜けてないんですよね。抜けてないですから、ちょっとこうタイミングを切っても声を持っていかれましたね、はい、2対2の同点となりました。続く辻の時にワイルドピッチがありまして、ジャクソン3塁に進んで、この辻が転がっていく。もうこれはね、完全に狙われましたよね、はい、こう変化球を落ちたところで打ったというね、まあ、東山監督も頭のこのバッティングだと。そうですね、はい、さあ、2番手にこの杉山が登板したんですけれども、久々ですね、5月8日以来。カーブのね、キレはいいんですけども、こうルーキーで出てきた時のあの速いボールっていうのはまだね、見られないんですよね。まあ、このオールスター休みでね、どうにかムックとしてもね、はい、しておいてほしいと思います。
たね。ということでね、これ someday、be the caliber of both Cebu and of Oryx because they are very good teams and we would like to continue to improve in all facets of the game to get to their level。夏だ、クラゲだ、イラブの季節。立ち上がりノーアウト二塁一塁のピンチをしのいだロッテ先発イラブは2回以降徐々にボールが走り始め三振の山を着々と築いていた。しかしそのイラブを援護できず0対0で8回を迎えたマリーンズは堀がバファローズ先発山崎から貴重な先制タイムリー。8回まで14奪三振のイラブ、この1点で十分かと思われましたが9回公約発表したばかりの中村典弘が豪快な愛のアーチをかけ土壇場で同点に。ここまでこのゲームの主役だったイラブをベンチに追いやります。これでお調子ムードのバファローズ、変わった川本成本を攻めさよならのチャンス。ここで菊山はショートゴロ、結局延長中星鈴木、2回ロッテヒルマンの速球を捉え実に16試合ぶりの第9号ツーランホームラン、2点を先制します。しかしロッテは7回ようやく反撃を開始、堀とフランコが近鉄西村にこの試合初めて連打を浴びせるなどワンアウト二塁三塁のチャンスを迎えます。ここで林が逆らわずレフトへ流し打ち、前進守備だった藤立追いつけず2点タイムリーツーベース、林の今シーズン2度目となる打点でロッテが同点に追いつきます。勢いづいたロッテ、五十嵐に勝ち越しのタイムリーが飛び出すなどこの回6安打を放ち逆に3対2とリードしました。一方近鉄は8回ノーアウト2塁で一発屋中村典弘、しかし川本が気合の入ったピッチングでライトフライに打ち取り結局この大ピンチを切り抜けます。逆にロッテは9回上詰めが2人目佐野からダメ押しのタイムリーヒット、ロッテが今シーズン初の先発全員安打で快勝です。